どうもみなさん、こんにちは。新宿すがりの店舗と教室、指導山講談でございます。本日は民謡歌手の橋本博樹先生と、津軽塩釜甚句、またの名を塩釜おはら弾いてみたいと思います。Hello everyone, I'm 講談おやま。Today, I will play 津軽塩釜甚句 with the 民謡 singer, 博樹橋本。7月11日にですね、第6回指導公演というものをしましてですね、総勢110名の方にご覧いただきました。三味線の弾き比べなんかはですね、非常に評判が良くてですね、YouTube の方にも少しずつアップしていきますので、ぜひそちらの方もご覧ください。それでは、津軽塩釜甚句をお送りしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。この津軽塩釜甚句ですけども、どういった曲なんでしょうか？はい、津軽塩釜甚句。これは元は塩釜甚句っていう曲が宮城県にあるんですが、それが元となっております。これが津軽調になりまして、後の津軽おはら節の原曲になったとも言われてるんですが、この塩釜甚句、結構弾むリズムなんですね。この弾むリズムに乗って歌うのと、ちょっと難しいのがこの歌尻の津軽民謡独特というんでしょうか、独特の落としを込めたこの節回しがちょっと難しいと思います。ポイントとしては最後まで力みすぎないことにより回しやすくなるんではないかと思います。ちょっと難しい曲だと思うんですが、チャレンジしてみてはいかがでしょうか？はい、この塩釜というのはですね、塩を作る釜ということなんですけども、津軽三味線小山光久民謡集には塩釜おはら節として収録されております。こちらはですね、津軽塩釜甚句というのが一般的な名称になっておりますけれども、先ほど長い太鼓と短い太鼓というのがありまして、前奏の後と2番と3番の間に、長い太鼓を入れさせていただきました。少し弾んで弾いていただくと良いかと思います。はい、それではどうもありがとうございました。津軽三味線こと沖縄三線武道、日本文化の魅力を伝えたい。チャンネル登録マジでよろしくな。概要欄のチェック、コメントも待ってます。